し、いつでも大丈夫です。はい、レッスンよろしくお願いします。プロデューサーさん、だってプロデューサーさん、このレッスンは初めてでしたよね。ご迷惑でなければ私からレッスンの進め方をご説明しようかなと思って、こっそりついてきちゃいました。はい、どーんとお任せください。それではよーく聞いてくださいね。ボーカルレッスンは女の子に正しい歌の歌い方を教えてあげるレッスンです。ここにマイクのマークがあるのがわかりますか？レッスンを始めると画面の外からこのマイクに向かって音符が流れてきますから、音符がマイクに重なるタイミングに合わせて音符と同じボタンを押してください。この音符なら丸ボタン、この音符なら四角ボタン、この音符なら三角ボタン、この音符ならバツボタンです。どうですかプロデューサーさん、これでボーカルレッスンはバッチリですか？とんでもない、お役に立てて何よりです。それじゃあお願いします。See, leveled up. ありがとうございました。 Yeah. Hee. まだまだ5セット。いや、10セットはできますよ。気分は最高です。それじゃあ前からやってみたかったあれにチャレンジします。はい、
ルさん。あ、もしかして可愛すぎました？確かに今のはダンスじゃないです。でも PR ビデオを作るなら僕的にはあんなポーズも入れる必要があるかなって思って。僕なりの精一杯のプリプリって感じのポーズっていうか。そうですね、可愛いってことです。はい、もちろんそうですよ。だってうちの事務所の他の子たちだってみんなプリプリですよ。あ、すみません。やっぱり可愛い感じじゃダメですか？猫耳ダンス？何ですかそれ？少し興味がありますね。ダンス好きとしては少しやってみたいような気もします。よし、プロデューサー、僕猫耳ダンスにチャレンジしますね。ビデオお願いします。ふぎゃーしゃーしゃが苦手なのかも。どうしてもうまくできないですよ。充実しまくりです。朝は子供とサッカーしてたのに、今は歌のこととかダンスのこととか考えることがいっぱいで、なんていうか、その僕プロデューサーに出会えてよかったです。僕、全身全霊をかけてトップアイドルになれるように頑張ります。あ、頼もしかったですか？僕ってば、せっかく女の子っぽくなれるチャンスなのに。あ、はい、僕、男の子みたいだから少しは女の子っぽくなりたくてアイドルになったんです。最近自分なりにいろいろ努力はしてるんですけど、それがなかなかうまくいかなくて。
ロデューサー。はい、あの僕女の子っぽくなります。その証としてトップアイドルになってみせます。よーし、燃えてきたはい、それじゃあ僕今日は走って帰りますから、この辺で。また来週よろしくお願いします。初日から遅くまでご苦労様。今日の仕事は全て終了したようだね。うん、しっかり英気を養って、また来週も頑張ってくれたまえ。うん、それではご苦労。社長、十一郎前社長から絵はがきが。ああ、プロデューサーさん、お疲れ様です。なんですけど。そうなんです、お二人はいとこの間柄ですが、とにかくそっくりで双子のように瓜二つなんですよ。噂では純一郎前社長がナムコプロの社長になってからもお二人は時々入れ替わってお仕事をしていたとか。正直なところ私にも見分けがつきません。まあとにかくその純一郎前社長から純次郎社長宛にハワイから絵はがきが届いたってことです。おとなし君、一郎ちゃんからはがきかね。ちょっと読んでくれないか。あ、はい、じゃあ読みますね。次郎ちゃん、おとなし君、アイドルの諸君、そしてプロデューサー諸君、元気でやっているかな。とある事情でナムコプロ社長を退くことになった私を心よく送り出してくれてありがとう、みんな。ま、事情といっても当分ハワイで日焼け三昧を楽しみたいからというだけだが、次郎ちゃんには安心して社長職を譲ることができた。やはり後を任せるなら次郎ちゃんしかいない。よく言うよ一郎ちゃん、私の前にリスコ君に新社長にならないか打診をしたくせに。え、そうなんですか。うん、リスコ君は即決で断ったと言っていたがね。それで仕方なく私に頼んだんだろうな。うん、リスコ君に頼んだ件がバレているかもしれないが、順番はどうあれ次郎ちゃんしかいないのだよ。おお、我々の会話内容を見越してちゃんとハガキにフォローを書くとは、さすが一郎ちゃん。とにかく私に代わって黒いプロと戦い、アイドル界のトップを取る人材を育ててくれたまえ。そういえば君にはまだ黒いプロの話をしてなかったね。リスコ君の紹介もまだだった。ちゃんと話さなくちゃダメですよ社長。純一郎前社長から聞いていますよ。純次郎社長と純一郎前社長は小さい頃から時々入れ替わって生活してたけど、黒い社長と揉めたのは主に純次郎社長だったって。確かにな。そのあたりのことプロデューサーさんにちゃんと説明しないといけないんじゃないですか。
だが彼は今日入社したばかりだぞ。こういった話はお用意していく方がいいだろう。なあ君。はい、それとプロデューサー諸君、これからも我がナムコプロをよろしく頼むよ。これから多くの難題が君の身に降りかかるだろう。だが君ならきっとどんなことも乗り越えていけると私は信じているよ。頑張ってくれたまえ。以上です。いいなあハワイ、私も行きたいです。そうだな、私も行きたいよ。さぞかし日差しが強いんだろうね。おっとそうだ、君もう帰るんだったね。長く引き止めてすまなかった。気をつけて帰ってくださいねプロデューサーさん。また来週もよろしくお願いします。なかなかいい目をしているね。今後が楽しみだ。さてと、先週はユニットのリーダーを選んでもらったわけだが、今週は残りの2人を選んでくれたまえ。ん？説明していなかったかな？君には3人編成のユニットをプロデュースしてほしいのだよ。我が事務所のアイドルたちは残念ながらソロで活動しても今まで芽が出なかった。しかし先週君に選んでもらったリーダーと3人で互いに高め合うことで、これから秘めたる能力を開花させてくれると私は信じている。もちろん君のサポートは不可欠だがな。女の子たちには今後は3人で活動してもらうと事前に私から伝えてあるから心配はない。それにみんなはすでに顔見知りだ。小さい事務所だからね、一緒に仕事をしたことこそないが、プライベートでは友人同士なのだから、3人での活動にもさして問題はないのではないかな。うん、そういうことになるね。ありがとう。君ならそう言ってくれると思っていたよ。ではプロデュースする女の子をさらに2人選んでくれたまえ。